Ikuzo. Ikuzo. おっ、うまそうな匂いがすんな。 行くぞ。 行くぞ。
Ikuzo. Yosh. Ikuzo. Yosh. Ikuzo. Yosh. ねえ、勝手にこんな上まで上がってきてよかったの？平気平気。行くぞ。よし。この場所は何？見たところ、資材置き場だ。
行くぞ。よし。これださっきの機械勝手に動かしてよかったの？意外な場所にあったわね。行くぞ。お、宝箱見っけ。よし。なんかあんのかな。行くぞ。よし。よ
よし。鳩のやつはどこだ？教えてくれ。誰がばあさんじゃ。ばあさんじゃった。あたしゃ忙しいんだ。後にしておくれ。そこをなんとか。なんと言われても今は無理だよ。ほんとあの二人はどこでサボってるんかね。ちょっとあんたたちやめときな。忙しい時は何を言っても聞きゃしないよね、ハツバ。誰がハツバじゃ。わ、わちじゃった。ああ、今は忙しい。忙しすぎるんじゃ。私、おばあさんに聞きたいことがあるんだけど相手にしてもらえないのよ。どうしたらいい？そうは言われてもどうにもできないよ。せめてユカとニーナが来るまで待ちな。誰なの？そのユカとニーナって。ああ、この食堂の看板娘だよ。あの子たちが来ればハツさんも少しは手が空くだろうさ。それにしても遅いね。もうとっくに来てもいい時間なんだけどね。何かあったのかね。そうか、そいつは心配だな。どこかでレディーが困ってるならエスコートするのがこのプリンスの務め。任せろ、二人は俺が連れてくる。おい待て、どこに行く気だグルマユプリンス。闇雲に探しても迷うだけだ。てめえにだけは言われたくねえな、クソ剣士。ちょっとあんたたちいい加減にしなさい。はあ、面倒だけどさっさと片付けるのが良さそうね。おや、あんたたちが探してきてくれるのかい。見かけによらずいい子たちだね。助かるよ。妹のユカはメガネでショートヘア。人の少ない資材置き場あたりにいることが多いね。姉のニーナは赤髪のクセッケ。船が好きだから製造中の船でも見てると思うよ。ほらほら、これ以上忙しくなる前によろしく頼んだよ。
そういや、ナミさん、市長邸はどこにあるの？どこって、市長邸なら一番ドックの奥に。あれ？そう言われてみると、さっき中を見て回ったけど、どこにもなかったわよね。きっとこの世界の市長邸は別の場所にあるんだ。外に出て聞き込みをする必要がありそうね。適当に歩いてりゃ見つかるんじゃねえか。あんたね、はあ、なんとなく誰のせいで場所が変わったのか分かったような気がするわ。とにかくおっさんの家を探せばいいんだろ。そうね、探すしかないわね。よし、行くぞお前ら。もう行っちゃうのね。船が完成するところ見たかったな。行くぞ。よし。アイスバーグはどんな人なの？ガレーラカンパニーの社長でありながら、ウォーターセブンの市長もやってる人よ。この綺麗で大きな町も、すごい人ってのは分かったわ。行くぞ。よし。
行くぞ。よし。行くぞ。よし。にぎやかね。町には必ずこういう場所が一つはあるのね。任せてちょうだお、腕が鳴るな。
さあ食え。おい、あいつはまさか。うわ、こいつ青生地じゃねえか。あらら、ここに現れたか。ロングリングロングランドで会えると思ってたんだがね、予想は外れちまったみてえだな。こりゃいい女になったな。ニコロビン、ちょっと待ちなさい。カッカしなさんな。俺がここに来たのはニコロビンと麦わらのルフィ、お前を一目見るためだ。やっぱりお前ら今死んどっか。何？ロビンちゃん、なりゆきってやつか。お前たちの冒険はここまでだ。ルフィ、戦うぞ。政府はまだまだお前たちを軽視しているが、これだけクセ者が顔を揃えてくると後々面倒になるだろう。これまでにお前たちがやってきた諸行の数々、その成長の速度、長く無法者を相手にしてきたが末恐ろしく思う。そして政府に及ぼす危険度が最も高いのはニコ・ロビンだ。もうこれ以上は見逃せねえ。ふざけんな。ロビンは絶対に渡さねえ。じゃあ俺を止めてみな。まあ無理だと思うがな。ぶっ飛ばしてやる。あららら、アイスブロックパルチザン。まだまだ。俺に任せろ。よし、行くか。そっちか。鬼、ひどいことするじゃないの。怖くなんてねえぞ。ここは任せてもらおうか。ムートンシャット。あららら、こいつ強えな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。切り替えがありそうだ。危機急騰流アッシュだ。一部銀、ひどいことするじゃないの。怖くなんてねえぞ。
これでみんな直せる。ありがとう、チョッパお。あんたらも運が悪いね。アイスブロックパルチザン。情けない姿を見せちまったな。ぶっ飛ばしてやる。みんな元気出すんだ。ありがとう、チョッパ。おう。強えな。ゴムゴムのジェットピストル。あらら、やるね。俺の能力をよく知ってるじゃない。もう覚えた。こっちは何度も食らってんだ。初対面の相手に何言ってんの。それとも夢の中なんかで先に会っちゃってたわけ。みんな、ロビンとナミを連れて行け、早く。こいつ、あの時より強え。わかった。ナミさんとロビンちゃんを避難させたらすぐに戻る。おう。逃がさねえよ。待て、俺の仲間には手を出すな。この勝負、俺とお前でケリをつけよう。構わねえが、面倒なんで殺していくぞ。しんどいな。ここまで手こずるとは思わなかったぜ、麦わらのルフィ。一騎打ちを受けちまったからには、この勝負俺の勝ちで、それまで。そういうことか。これ以上他の奴らに手を出せば、野暮は俺だわな。なあ、船長。脈拍は正常だな。とりあえずロビンは大丈夫だ。ロビンちゃん、よかった。ナミさんも無事だ。でもロビンの体は冷え切ってる。早くメリーに戻って温めないと。よし、そっちは頼むぞ、チョッパー。俺たちはルフィを助けに戻る。わかった、こっちは任せてくれ。ルフィはここだ。全身が完全に凍っちまってる。まずいな、早く溶かさねえと。急いでメリー号に運ぶぞ。急げ、チョッパーたちと合流だ。分かってる。確か水で溶かして、それからお湯だ。メリー号に戻れば湯も水もあるな。みんなもロビンちゃんを連れてメリー号に戻ってるはずだ。いいか、クソ剣士。メリーんとこ行くには、まずヤガラブルに乗って。うるせえ、分かってる。このまま通り沿いに進めばいいんだろう。違う、合わねえ。正解だ。ああ、急ぐぞ。
もう少しだ。慎重に運べ。どこも壊すんじゃねえぞ。ああ、分かってる。急ぐぞ。もうすぐ着くぞ。ああ、分かってる。メリーはどこに行ったんだ。ウソップは。うわー、ルフィも凍ってる。落ち着け、チョッパー。メリーとウソップに何があった。わからないんだ。俺たちが来た時にはもう。あいつは海賊狩り。じゃあこいつら麦わらの一味か。船長はいねえようだが、なかなかの賞金額だぜ。いただいちまおう。てめえらが、うちの狙撃手と船を奪いやがったの。狙撃手？何のことかわからねえが、船は俺たちが有効に使ってやるよ。解体してんな。なかなか凍って大変な時に悠長に構えてる時間はねえ。船と仲間返してもらうぞ。こいつらの格好、なんか見覚えあるような。奇遇だな、ナミさん。実はそれ、俺も同じなんだ。はっ、まさかこれは二人が惹かれ合ってる証拠。おい、アホコッケ、悠長に構えてる時間はねえって言っただろうが。おい、お前、おろしちまうぞ。任せろ。効かねえな。切る刀のためにしてやる。やるな。任せろ。それ。最悪。一人10万よ。幸せパンチ。やるな。アームポイント。さてと、その程度だ。ナミさん、これが終わったらスイーツを作るからね。おりゃ、あの人のためなら。最悪。サンダーランスクーポン。やるな。そら、行くぞ。その程度だ。ぶった切る。そっちか。三刀流奥義三千世界。俺の方が強い。それだけだ。こいつら手強いぞ。フランキー一家を舐めるなよ。バラした船は返さねえが、この借りは必ず返してやる。あの格好、確かにそうだわ。あいつらフランキーの仲間よ。そういえ見覚えがあるな。それじゃあウソップはメリーごとフランキーのところってことか。そうね。
ウソップがメリーを置いて逃げるとは思えないわ。メリーの中にいると考えるのが妥当ね。とにかくあいつら追いかけましょう。待ってくれ、今はルフィとロビンが危ねえからこっちの治療が先だ。そうだな、ロビンちゃんとルフィが先だな。でも治療するって、船がないのにどうするの？氷は水でも溶かせるけど、必要なのはお湯なんだ。お湯がないと二人の体温を戻せない。わかった、行くぞお前ら。町に戻れば湯くらいどっかにあんだろう。ちょっとルフィは凍ったままでいいの？体力のあるルフィより今危ねえのはロビンちゃんだ。グズグズしてると手遅れになっちまう。街中に着いたけど、二人を温められるだけのお湯なんてどこに行けば手に入るんだ？大きな浴場でもあれば話は早いんだけど、とにかく町の人に聞いてみましょう。おう、待ってろよルフィ、ロビン。俺が絶対に二人を治してやるからな。
かかってきやがる。おいクソ剣士、もたもたしてんじゃねえ。え、そっちこそヘマすんなクソコッケ。なんだとこら。あんたたちお金持ってるの？レディーが待ってるっていうのに、やりやがったな。ぶった切る。邪魔だ。聞いただろ。聞かねえな。俺はもうあの頃の俺じゃねえ。待ってろ。俺に任せろ。刀のためにしてやる。覚悟しろ。その程度だ。健康の科学、とくとご覧あれ。こぼれすら己の恥。そこをどけ。あたしの番ね。刺されたい。そう、いつでもやってあげるわよ。有料だけど。レディーには指一本触れさせぬ。やってやろうじゃない。一人10万よ。幸せ。行くぞ。
レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。バースコート。俺に任せろ。鬼。俺が助けるんだ。そのまま倒れてろ。くそ。お前たちの相手は俺だ。待ってろ。パーティーテーブル、キックコーン。まだだ。くそ。刃こぼれすら己の恥。行くぞ。覚えとけ。俺はいずれ。ちょっとワクワクしてきたぞ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。やってやるか。その程度だ。悪いが、加減するつもりはねえ。三刀流奥義、三千世界。まだやりやがったな。やるわよ。近寄らないでよ。聞かねえな。こいな。くそ。やべえ。てめえら覚悟はできてんだろうな。こぼれはねえが、まだ修行が足りねえな。こんなところで商売しているなんて、たくましいわね。
邪魔な連中だ。蹴散らすぞ。かかってきやがる。やる気みてえだな。どうしよう、あいつの相手任せていいのか。肩慣らしといくか。の邪魔はさせねえ。くそ。その程度か。行くぞ。来いよ。切られる覚悟があるならな。お前たちの相手は俺だ。待ってろ。マナーがなってねえろ。くそ。どれ。俺は強くなったんだ。その力見せてやる。これで元気になるぞ。レディーが待ってるっていうのに。おら。俺の出番か。しいな。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。引かねえなら切るまでだ。竜巻。やばいかも。
これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。おう、狙うならあっちにしなさいよ。いくわよ、サイクロンクレスト。やりやがったな。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ディアブルジャンブ、フルミエールアッシュ。チョッパ、気をつけて。おう、天候の科学、とくとご覧あれ。サンダーランスクーポン。やりやがったな。くそ、邪魔だ。ねえぞ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。くそ、動け。腕が鳴るぜ。これだ。ナミさん、これが終わったらスイーツを作るからね。パーティーテーブル、キックコーン。まだだ。いくわよ。こんな。残念でした。私は見た目ほどか弱くないのよ。ご注意ください。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。パーティーテーブル、キックコーン。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。三刀流奥義、参戦世界。やだ。さあやるわよ。これで元気になるぞ。え、サンダーランスクーポン。まだだ。こら、待て。お金くらい置いてください。可愛いだけじゃないってこと、分かってもらえたかしら。
見て、あそこの煙突、蒸気が出ているわ。確かにここにはお湯があるんだが、すまんが所有者の許可なく通すことはできんのだ。お願い、仲間を助けるためにたくさんのお湯が必要なの。無理を言うな。まあ俺の工場の前で何の騒ぎだ。知らねえ顔だな。俺に何か用か。心音も脈拍も正常だし、とりあえずは大丈夫だな。チョッパー、ロビンちゃんは奥のベッドで休んでる。体力の消耗が激しいけど大丈夫だ。助かったわ、アイスバーグさん、ありがとう。いや構わねえよ。それよりお前ら、フランキーのアジトを探してると言ったな。あいつのアジトは町外れの地下水路の先だ。急を据えてやってくれ。無理しちゃダメだ。アイスのおっさんに肉食わせてもらったからもう大丈夫だ。それよりフランキー一家のアジトは地下水路の先だって話だが、前に行った時は海岸の方になかったか。そういやみんなと言ったな。あのふざけた形の家のことだろ。ここはメモリアよ。その辺は実際と違ってるんじゃない。それにアジトがもう一つあるって聞いたような気もするし、とにかく地下水路に行きましょう。ウソップは前も連中にひどい目に遭わされてるし心配だわ。